はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キララファンタジア始めていきましょう。さあ、学園生活部は互いに助け合い支え合うんだぜ。どうすれば先生ターポイントも手に入れてますね。グラムグラマーグラマラストレーニングしなきゃね。トレーニング頑張ってるわね。どんなもんだ、すごいわ。ちょっと困って、おお、グッジョブ。なかなかやりますな。だったら少し、ああ、ありがとうございます。さすがですね。さすがと言われております。さーて、スタミナ回復大ですね。いつも会社に泊まってると思われるんだよね。さすがに2日に1回は帰るよ。はい、どうも。本日2月16日土曜日です。新たなイベントが、行われてますね。エトワリア冒険探前編、リゼ秘密の秘密教官の秘密特訓ということで。さあ、ピックアップ召喚もあるんですね。リゼは、ご中佐池谷野の、ステラは魔法ですね。どんなキャラクターだったっけ。リゼはあの ご中佐のキャラクターなんですけど、で、ストーリーもありまして、エトワリア冒険探の前編となり、でも後編があるみたいですね。リゼ教官が秘密特訓を行うというイベントになります。後編もクリアして、後日探もあるんで、シナリオ限定コールチケットを獲得できるということで、アイテムがはかどりますね。さあ、優勝限定です。で、10回召喚すると、星5の確定チケットが入手できるということですね。ランダムで召喚可能ということで、星5欲しいですからね。欲しい方は優勝でもチャレンジしてみてはいかがでしょうか。私はやりません。というわけで、と初心者ミッションというのがありますね。結構いくつかクリアしてますが、はい、ではこのイベントクエストやっていきましょう。行くよ。さあ、敵をこうぐるぐるぐるっと、そしてそのリゼがパンチっていうことですね。やった、すごいです。父が軍人で、幼い頃から護身術などいろいろと仕込まれてるんだと言ってます。なるほど。そのいいよ。ありがとうございます。ああ、そうですね、遠征してたんですね。そうだな。はい。ああ、
ました。そういえば、リゼが戻ってきましたね。チノは結構しっかり者なんですよね。ああ、早くもココアがだらけてしまっている。ぶつかってます。いいですね。でも、あ、落ちてる、知能。ラビットハウスで怒りますよね。タルノゾゾ貴様らということで。ああ、どうしよう。鍛え直します、この二人を。ということでタイトルコール、エトワリア冒険団前編、リゼ教官の秘密特訓ということですね。お砂糖たっぷりにアイスココア、配信のすすめ、こちらを入手してトレードショップで交換して豪華報酬をゲットしようとなっておりますね。イベントへ手に入る素材とか、星5キャラクター専用武器の進化とかもらえるみたいです。これより戦闘訓練に入るぞ。ということで、戦闘行きましょう。土ですので、これですね、緑属性、緑風ですね。風属性をやっていきたいと思います。さあスタートです。まあボーナスは欲しいですからね。さあスタートですね。行ってまいります。落としてしまいました。なんで？そういう問題じゃない。素敵です。お？なんでだよ。モフモフ。さあ何をするんでありますか。さあいい質問だ。訓練に入るぞ。兵士かっこウェイトレス。はあ、そうですね。なんだろう、チケット、スタンプカード。お客さんを一人倒すためにスタンプが増えて、なんでだよ。今何をしてるんだろう。しょうがないな。しょうがないなぁがいいですね。ウェイトレスとしてふさわしい行動を取ったら一つスタンプカードに押されるということですね。カードいっぱいにスタンプがたまる頃にはどうだ。なるほど、1、2枚になるってことですね。ああご褒美欲しい。そうだな、飴とムチ。それな、接客を。へえ。なるほど、結構いけますね。ブレンドコーヒー、ありがとな。こんな感じですね。お、どうだ。ライバルがもう負けず嫌いの知能。ああ特訓、あれこれキララ巻き込まれるんじゃないの。おーって困惑してます。覚悟するです。おっといきなり戦闘が始まった。いやそこで強いな、クゼバシ先生とアズニャンは。さあこれで
アズニャ行きましょう。見せてやるです。行きます。アズニャ、強いアズニャ、さすが星5だ。次の、エリアに行きましょう。今月の属性ですね。とあと火の属性のパーティーを選びます。パーティーはセットがあるんで、このようにセットから好きなものを選びます。行ってみましょう。チノはボーナスがつきますね。早く行こうよ。本気を出して良さそうだ。さあ、いきなりバトルだ。強すぎるよ。また困ったもんなんですよね。さあ使っちゃいましょう。力がみなぎってきたよ。ドーナツ食べよ。ここにお前のエネルギーを付けたら、指関係決まりました。このように効率よく スキルを使っていくことは大事です。一応申請送っとこうか。ココアだよ。ラビットハウスでバイトしてるんだ。よろしくね。さあ今度は赤炎なので水を使っていきましょう。始まりに使います。カノンちゃんフェチ。さあこれは単独の攻撃。再び何でも。いらっしゃいませ。そこだ。お待たせしました。何するんだ。再び。今日は生きる気がしてきた。やってやるわ。クリコユリユリ恋心。さーっとこれは。複数攻撃。はい、ということで3節クリアした、クリアしました。リゼを探せってなってますね。果たしてどういうストーリーなのか。これより戦闘訓練に入るぞ。ご注射勢。すみません。そうだな。
鬼ごっこか。負けないよ。へー。はい。ああ。本当誰だ？なんかシャベルまでいた。おや、似てるんだろうか、このシャベルの人。どうすれば、もしかして。さらに。やった。超。超って言ってますね。なるほど。やった。にゃ。おや、三人とも捕まえたみたいですが。あれって思いますよね。ところでさ、ねえ、人違い。え？なんだって？そうですね。今の意味がわからん。誰だろう。ブリジャーブレンド。悪くない。はーい。ありがとな。どうかな。おい。でも。ねえねえ。そうだな。ためまでは約束。素直で優しいな。次ですね。再び風属性です。張り切っていきます。見過ごせませんね。さあ、アズニャン。行きます。アズニャン。さあ、バーンと行きました。またアズニャンだ。はい、ということでシーズン1は、全てクリアです。可愛い妹たちのためなら何だってやる覚悟があるよ。収集クエストがありますね。収集やってみますか。
鈴風青葉です。行ってくるです。見過ごせませんね。そこです。えい。バーバーパパみたいな。さあ行きます。この時のために練習したんですから。行きます。あずにゃーん。あっ、うん、にゃーん。そんな。この時のために練習したんですから。さあこれでクゼマシ先生の出番です。礼儀がなっていません。ちゃんと前へ練習しましょう。しない。ふざけたらどうなるか分かっていますね。一気に倒しました。終わったわね。可愛い妹たちのためならこれより戦闘訓練。ペイシーズン2に行けるみたいです。安心する匂いが増えてきたんです。ナーセツは太陽ですね。ここは張り切ってレッツゴー。本気を出して良さそうだな。ここにお前のエネルギーを解き放ってそばにいてくれ。それって先進みます。あらーっていう感じですね。恋する力がみなぎってきたよ。ドーナツ食べよ。ここにお前のエネルギーを解き放ってそばにいてくれ。それって。イエーイ、やったね。倒しましたね。さあランプが訪れました。そうですか。どうしたんだろうランプ。もう あれパンパン。シュガーか。もう勝手についてきたほか。ライバル関係。どうも七賢者は一人ですね。七賢者か。あ、そうだ。ペロ。おーっと。甘いね。どうして。怒ってます。もう、そんなの。そんなことしたいのにって。それ多い。まったく。そういえば、はい、神殿にいるアルシーブさんの補佐官が七賢者。強い。そうですね。まったく。決めた。
シュガーちゃんのお姉ちゃんになる。違うよ。すべての妹のお姉ちゃんになるのは全お姉ちゃんの夢だから。なったそれ。やばい。チノはどうする？コーヒー以外にも安心する匂いが増えてきたんです。ちょっと困っててさ。サンキュー。すごくいいね。またお願いするかも。クエストキーですね。楽しまなきゃね。これ最後になるかな。これより戦闘。可愛い妹たちのためなら何だってやる覚悟があるよ。状況を最後にやって終わりましょう。再びこの属性でいきましょう。強敵ですね。おーとすごい。落としましょう。結構ダメージが大きい。もうちょっとですね。さあ息使っちゃいましょう。あっとスコップしか使えない。一人だけか。一人だけですね。なんか体が。この時のために練習したんですから。さあ小瀬橋先生。礼儀がなっていません。ちゃんと前へ見ろ。しましょう。しない。ふざけたらどうなるか分かっていますね。一体のみ残った。そしてアズニャン。アズニャン。ああ。おっと強い。いける。そう。反省が足りないようですね。アズニャン使います。レベル4に上がりましたね。アズニャンスキルで強い。倒しました。中級じゃない、これ上級か。上級クリアですね。上級は結構強いです。
強化で限界突破を行いましょう。これかな。今ならすごいことができそうです。私は八神子、ゲームのキャラクターデザインをやってるんだ。はい、というわけで、今回はエトワリア冒険譚前編リゼ教官の秘密特訓を行いました。また次回もおそらくこのエトワリア冒険譚の続きをやっていくと思いますので、その時はよろしくお願いします。以上、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。